はい、火曜日の21時になりました。ジャストタップアウトという名のラジオ。本日も株式会社村上製作所の提供でお送りしていきます。よろしくお願いします。はい、そして、はい、ですね、スタッフ一同検温消毒しておりますので、コロナ対策バッチリです。はい、続きまして、番組応援会の会員募集中でございます。取り越しアズール FM のこの番組が好きという方に朗報です。番組応援の会に入会することで、スタッフルームからの見学やテレビ電話出演など、あなたも番組に参加することができます。詳しくはホームページよりご覧ください。よろしくお願いします。お願いします。で、番組への質問はこちらまでお願いします。はい、ということで始まりましたよ。いやー、来たね。始まりましたよ。始まりましたね。ついに。なんとね、本日高みちのく代表がいないということで まさかの練習生3人でお送りしていきます。まさかすぎるね。まさかすぎるね、本当に。ねえ、まあ、なんでこんなことになったのか 他の先輩方 何をしてるのかと。いなかったのかと。いなかったのかと。そうですね、忙しいですね、先輩は。はい、そうですね、忙しいですね。なので、まあ、多分初めて見る方もいらっしゃると思うので、自己紹介の方からさせていただきます。プロフェッショナルレスリング、ジャストタップアウトの練習生 O です。同じく練習生の M です。よろしくお願いします。同じく練習生 S です。よろしくお願いします。お願いします いや、緊張するね。いやどう？いや、めっちゃ緊まあ張してる。緊張心臓してバる。クバクですわ。いや、だって初めてだもんね、そうですね、S ここは。初めてですわ、ね、私は。O と M はね、一回そうですね、代表と一緒に出させていただいて、少し、まあ、気持ちがまだ楽だよまね。まだ楽だね。一回出たからね、S は。いや、もう緊張しすぎて、汗かいてきたもん。ちなみに、俺らの回は見てた？あ、見てんだよ。あ、見て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 た。ほんと、楽しかった？楽しかったね。あれはね、代表が上手に俺らのことをいじってくれてたからね。いや、もういじってたね。だいぶいじってたよ。だって俺がデビューするときは銀の、なんか銀か金の全身タイツで、全身タイツみたいな話とかしてて、前回はね、そんな感じだったけど、ね、今日はね、もうちょっとね、もうちょっと真面目にね、話していこうかなと思います。そうですね、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、で、自分たちはまず研修生っていうところからスタートして、練習生に上がって、これからプロレスラーになるためのデビューですね、を目指して頑張ってるわけなんですけど、どうですか、研修生から練習生に上がってみて。そうですね、僕はちょっと2人よりは早く練習生に上がることはなったんですけど、どうですね、やっぱもう今までの練習と違って、やっぱ練習量も増えたっていうこともありますし、その分その技術面をかなり磨けるように時間が増えたっていうのもあるんで、まあ、あとはもうデビューした時にどれだけお客さんを楽しませられるかっていうのも、もうそこだけしか考えてないですね、今は。いや、本当にね、最近ちょっと練習もね、きつくなってきたしね。そうですね、本当に研修生の時とはね、ちょっと全然違う練習内容になってきて、練習が本格的になってきてね。ね、本当にいろいろ今ね、トラブルが起こったけど、まあね、本当にそうですね。ね、本当ね、練習がきつくて、昨日は大塚トレーナーって方に来ていただいて、すごいハードな練習をしたんですけども、ね、ちょうど今 S は肩を痛めてて、肩負傷中で、その話聞きたいんですけど。いや、本当にきつくて、もう俺今日筋肉痛で。なんかあったんすか。いや、もう本当に大塚トレーナー筋トレがきつくてね。でもね、なんかマキシがすごい、あ、ま、M がすごい元気で、M がすごい元気で、P 入れてくれるよね。あ、ね、多分 P 入れてくれます。はい。M がすごい元気で、なんでかっていう話なんだけど。そうなんですよ。あれ、デトックスだっけ？そうですね。大塚トレーナーからもらった。先日の練習の時に、デトックスの、サプリメントをいただきまして、うん、で、その免疫力も高めてくれる。だから今もう新型コロナでやっぱり、みんな大変じゃないですか、うん、だからそう、こういう時にこそ飲めるサプリメントをいただきまして、ね、回復力も上がるって書いてあったよね。そうそうそう、すごいよね。それは後ほど M の方からツイッターで、あ、そうですね、ツイッターの方でちょっと、はい、
気になる方はぜひ見てください。お願いします。お願いします。でね、まあ練習生になって、まあもちろん練習もしっかり、周りの方々の反応もすごいと思うんだけど、うん、なんか気になったこと2人はある？ツイッターとか SNS とかで。いやちょっと、まあもちろんそうですね、あの僕のことをもともと知ってくれてる友達からも、あすごい今頑張ってるねっていう話をもらったんですけど、ただすごいツイッターの方で気になるのが、あのケイチ軍団ケイチあれって何、ケイチ軍団ね何なんすかねあの人たちはS を気に入られてたよね。そうっすね、なんかなぜかわかんないですけど気に入られて勧誘されてますねそうちょっとでもなケイチ軍団の、うん、あのポコチャ配信もジャストタップへアウトをやってるんですけど、そのポコチャ配信の方ですごい面白かったのよケイチ軍団。それでちょっと面白そうだなって思って興味本位で絡んでみたら、はい、最初すごいなんか入れよみたいな感じで言われてたんだけど、はいはいはい、なんか俺がグイ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 入りたいみたいな雰囲気出したらやっぱいいやみたいな感じで呼ばれて捨てられて、したらやっぱりパワーがある S が欲しいみたいな感じになってて、ね、心変わり早いなおいびっくりした本当に。S どうなの、その辺は。いやちょっとね、最初はメリットないなと思ったんですけど、やっぱあっこ入ると僕の大好物の焼きそばパンが食べ放題っていう、ね、ちょっと揺れてますね今。食べ物に釣られて、食べ物に釣られて、釣られまくりじゃねえかよ。でもさ、3人で頑張ってこうっていう話をさしたじゃん。そうだね、そうですね、そうで、もっとしてそれもでもね、ブラックチャンゴさんが3って3、ブラックチャンゴさんが一応3つけど、一応3つけど、ブラックチャンゴさんが ね、 んな、うん、なんかなんだっけ最初、おさむの3人で頑張っていくみたいな話をしてて、あ言ってたね。 そこからなんかそれ通りにやるのやだなって思って自分が勝手に文字の列を変えて、ね、そうそうMOS に変えてモスにして頑張っていこうっていう風に思ってる。 そうですね、そうだからだってもともと3人で、そう本当はね、昔前はキムっていう練習生、あ研修生も一緒にいて、まあ、ちょっといろいろな事情でこうジャストタップアウトでの研修が続けられなくなってしまったので今はいないんですけど、本当は4人いて、その4人で頑張っていこうっていう話だったんですけど、まあね、そういう事情いろいろあるからね、まあしょうがないよね。だからキムの分も3人でモスとして、モスでね、モストリオでね、どっかのバーガーみたいな名前でちょっとね本当だよもう3人で、ね、頑張っていこうって話をしてたから入っちゃうの。いやーちょっと迷ってますけど迷ってるの、まあ、モスっていう名前もちょっとダサいしじゃあどうする。じゃあさ、なんか MOS で、まあどんな形でもいいんだけどさ、なんか3人で頑張れそうな名前をこれで募集してみる。質問なんだけど、そうだね、ちょっと募集してみる。お募集してみようか。僕たちにふさわしい名前を。いや来なかったらちょっと悲しい。来なかったら悲しいな。悲しいね。でもほら1時間もう50分か、うん、で今もうね10分経ってるわけ。早いね。そう10分経ってるの。おだから、まあ、しょうがないよね、来なかったら来なかったで。でしかもいきなり言われてすぐ思い浮かばないかもしれないし、いやすぐ来た人はね天才ですよ本当にね本当にもしあればぜひこちらまでお願いします。お願いします。さあね、でもケンイチ軍団、でも S はさ、うん、ケンイチ軍団だけじゃなくてさ、ゲンタさんとか先輩からもさいいって言われてるらしいですね。羨ましいよな。いやいいよね、やっぱ先輩にこうあのいいよねって言われるのって気持ちいいしね、こっちも嬉しいし気持ちいいし。そうですね、嬉しいですね。唯一3人を見てくれるって言ってくれたのはジャタップくんさんジャタップくんさんがいい。あ、そうなんだ。そう、引っ掛けができないからどうなんだろうっていう話もしてて、あとあの人、うん、文字はさ携帯とか、まあ、スマホで打ってるけど、あの話すときにゃんしか話せないから、ね、いや大丈夫なのかな。いやポコチャで話してるよ。あ、本当？ごめん、ちょっとそこまで知らなかったちゃんと見ましょうちゃんと見ましょう。ポコチャ配信もね面白いからぜひ見てくださいここでこの話をしていいのかわからないんですけど、ね、そうだな。あとはほら、でも俺ら練習生のことをまずみんなに知ってもらわなきゃいけないから。そうだね。
どうしよう、何の話をしようかね。じゃあどんなプロレスラーになりたいかみたいな将来像的な。うーん、 M はどう？そうだね、僕はもともと体がちっちゃいっていうのもあったし、やっぱそうだね、もう本当に体が小さいからこそそのできる飛び技とか、そういうロープワークとかをちょっとイメージしてるから、もうそうだね、海外の選手だけどやっぱWWE に所属のレイ・ミステリオ選手とか、そのまた別の団体にはなるんだけど AEW っていう最近新しくできている団体のダンテ・マーティンっていう選手がいらっしゃって、その人がすごい飛び技が上手で、やっぱそういうのを見てるとうわかっけえなって思うよね。やっぱそういうちょっとプロレスファンの心を残しつつ、自分もそういう見せれるプロレスをできるようになったらいいかなって。すごいしっかりしてるね。やっぱちょっとそこのシーンはね、折ったらダメだと思う。やっぱりそこに関してすごいな、しっかりしてるな。この後の S がだいぶプレッシャーになってる。ほんまそうだな、ちょっとそこまで考えてなかったわ。本当だよね、すっごい。なんだよその悪人面してんのにその真面目な感じやめてくれよな、本当に。まあちょっとこのギャップがね、やっぱいいのかもしれないね、もしかしたら。いや本当にやられたな、どうしよう。すげえ今自分で振っといてすげえプレッシャーだよ、ね、じゃあ俺逃れるように S に逃れようか。いや俺の将来像は、まあもともとそのなんていうか、柴田勝頼とか選手とか、はい、森島拓司選手とか、はい、秋山純選手みたいな、うん、なんかごつい選手が好きだったので、やっぱそういう感じの体がでかくてごつくて、なんか一目見てこいつには勝てねえなみたいな感じのレスラー像というか、うん、説得力のあるようなレスラーになりたいなっていう感じですね。あ、すごいな。いいね。あるじゃん。どうしよう。あるじゃん。俺が一番ないよ。え、そんなことないでしょ。いや俺ないね、本当に。もうもともと幼稚園の時に、うん、おじに教えてもらった筋肉マンを見て、もう幼稚園の頃だったね、プロレスが好きになって。へー。でそっからいろいろ WWE だったり新日本プロレスだったりいろいろ見るようになって、でもう29なんですよ年が。まあ人生いろいろあったんですけど、いろいろうまくいかなくて、最後20代最後何かチャレンジしたいなって思った時に、ちょうど代表がツイートしてたのが第3期研修生募集と書いてあって、いやもうプロレスがすごい好きだから、もういっそのこと、もう20代最後だし、もう背水の陣でチャレンジしてみようと。人生一度きり、好きなこととりあえずやってみようっていう気持ちで、本当にただそれだけでしたね。好きだけで来て、なんでどんな選手になりたいかって言われるとちょっとまだ難しいというか、まだ目標が定まってないというか、自分にまずまだ何ができるのかっていうのもまだ分かってない、正直。だからなんかもっと自分のいいところを見つけて、それを伸ばしていっていい選手にね、慣れたらいいなっていうぐらいなんですよ、うん。いや待って、すごいさ、エルコエスしっかりしてるな。意外とね。いやでもそんなこと、いや僕も一緒っすよ。別に俺がそんな説得力のあるレスラーに今慣れてるかっていうと慣れてないし、うん、まあ、まだデビューしてないしな。まあデビューはしないし。まずデビューしてないし な。そう、いややっぱプロレス練習やってみて、やっぱ自分ができない、うん、そのなんか理想と現実のギャップにちょっと悩んでるというか。いやそれはね、うん、本当に。だから、まあ、理想はそうやけど、理想はこんな感じやけどっていうのがあるだけで、うん、まあ、これからどうなるのかは、これからっすかねみたいな。いやでも今 S も言ったけど本当に難しいね。うん、まあでもデビューした後がやっぱスタートラインだからさ、やっぱりプロレスラーっていうのは、うんうんうん、あくまで今は下積み時代でその基盤を作ってる状態だから、これからそのデビューした後にどんどんその自分でいろんな選手に出会っていって、それを自分でどんどんそういうレスラーとして作っていけばいいんじゃないかなと俺は思う。いやめちゃめちゃしっかりしてる。変わる？MC。 いや変わる？
いや僕はあくまでもう MC さんをちょっとサポートする側なんで。いやもう全然すごいしっかりしてるな本当に。いやーね、みんなそういう気持ちでやってるんだね。いやーすごいな本当に。こんな将来像がみんな2人ともしっかりやって、デビューした後ね。でも俺デビューの時全身の筋タイツか銀タイツ代表から言われてたもんね。嫌だな嫌だな本当に。でどっちか選んだら、で俺がその残りの方をあの着させられるっていう、ね、多分流れになっちゃうから。 S どうするの、ね、コスチューム。だって今俺らが、まあ、金か銀、金か銀だから、金か銀、あ金か銀やから、え金と銀ではなくて、そう、あじゃあ俺は何、白とか、え白とか無難な白、白で全身白いやそうなんじゃない全身白タイツで、じゃあ ねじゃあモスはモス練習生3人は全身タイツで3人デビューします。よろしくお願いします。画像がなされてありがとうございます。そうです、それですね。まさにこのどちらかを僕らが着るわけですね。銀か金か、いやすごいな。2色しかないんや。あしかも男女兼用なんだね。じゃあこれからあのガールズの第4期とかも来ると思うからね。うーん、1980円、安いアマゾンで売ってます。いや俺らのコスチューム代めっちゃ安いやん。安いやつやん。安上がりだね。いやすげえな。いやでもデビュー楽しみだね。楽しみだね本当に。もう今か今かと待ち構えてはいるけど、やっぱいざいきなりデビューしろとか言われたらわってなっちゃうもんね。まだドキッとするよね。ドキッとしちゃうね絶対。本当にそれこそ今先輩方とねちょっと試合形式での練習とかもさせていただいてるんですけど、まあ先輩方すごい、すごいね、すごいね本当に。本当に例えばまあ半年とか1年とかしかこう変わらない先輩方でももう全然違いますね本当に。差が大きい、うん、やっぱ自分を持ってるよね本当に。みんな個性があって、ね、例えば関谷さんだったら腕攻めとか、そうだね、ね、健太さんだったらあのパワーで、十文字さんだったらキックで、いやもうそれできないですもんね。ね、まだ全てがまだまだまだだからね、うん、だからねこういう風に2人みたいに目標を持ってできてるの羨ましいよ。デビューにすごい2人が先に行ってる気がして、いやちょっと焦るよね俺は。でもやっぱもうね、王は口がうまいから口がうまいからって言い方ちょっと言い方が悪いけど、やっぱ喋りが上手なんですさ。やっぱいやでもさマイクで見せられるっていうのは絶対大事だと思うよ。でもその勝たなきゃさ、あまあマイク持てないし、ね、メインじゃないとさ。うん、まあでもね俺は配信とかねそういうの頑張って、まあまだちょっと今は完成とかがちょっと出せない状況なんですけど、デビューした時にもうおー頑張れってめちゃめちゃね歓声が OK になった時にね応援されて、それを力にして頑張るタイプだから、うーんだからそういう風に少しでも自分が頑張ってる姿を見て、まあ自分ももちろんそれで応援されて頑張るし、自分が頑張ってる姿を見て見てる方々が元気になるような選手になれたらなっていうのがあったわ。あったな、これにしよう、これにしようこれにしよう。じゃあこれからちょっと将来像の話になったらこの話を思い出してね。そうだね、そうだね、自分が頑張ってる姿を見て皆さんが元気になってくれるようなプロレスラーでなりましょう、行きましょう。いやそれ大前提でみんな頑張ってるんだと思うんだけどそうだねね、じゃああとはどうする、せっかくこういうね機会をいただいたから、なんか趣味についての話とかしておく？趣味か。例えば M だったら音楽のさ話、うん、毎日プレイリストみたいなやつやってたけど。そうだね、ちょっとなんかあの反響があんまりないからちょっとやめちゃったね反響がなきゃやめちゃった。いやちょっと毎日続けていけばなんとかなるかなと思ったけど、うん、全然反響なかったからまあそれだったらあのデビューした後にそのどんどん自分が聴いてる曲を載せていって、でもう そしたらさ有名になったらさ、好きなバンドマンたちとあのライブ見に行ったり、バンドマンの人たちに
ね、あったりとかライブ見に行くこともできるかもしれないし、うん、でそれでまたプロレスも見てもらえる機会も増えるだろうしね、うんうんうん、そういうのをどんどん膨らませていけたらいいなっても僕も思うね。でもさ俺ごめん M のことはさ割と知ってるんだけどさ、おうおう、あ多分皆さん気になってるのは多分 S なんですよ。 S だね、そう完全にほら SNS すごいじゃん、うん、俺なんてもう毎日すごいツイッターいじってるしめっちゃツイートするしインスタも最近は始めましてストーリーとかもすごい上げてるんですけど S 全然じゃん。僕趣味っすかここでちょっとね S をねそうだね、ここでちょっと知ってもらわないとね。そう俺らはさ代表にいじられていろいろね掘り下げられてそうだね、皆さん、まあ、見てくださってる方々は多分いろいろ知ってると思うので、いや僕趣味がないからツイート数が少ないんですよっていうぐらい特にな、趣味って言われてもなラーメン食うぐらいかなえじゃあいいじゃんラーメンあの食べた時の、うん、そのツイッターとか SNS に上げてで今日はラーメン食べましたモノマネうまいいやいやいや どっちが S か分かんなくなった。いやちょっとやめてくださいいやどっちが喋ってるか分かんないこれ多分ね俺らだけが分かんないじゃあやめようかやめよう分かんない、そんなに似てないでしょ見てくださる、ね、方々がいるから、ね、そうだねちょっと俺らだけで盛り上がって盛り的盛りになっちゃ困るからね、うん、それ以外ないの趣味な、そうやな散歩とかかな散歩趣味かこれ聞かれると大体困っちゃうんやけど、なんかな、でもやっぱプロレスを見るのがやっぱ趣味かな。あちょうどツイッターがそう、しかもこの2人に比べてフォロワーが圧倒的に少ないからやっぱ多分期待されてないんですよてか逆に2人がフォローしてくださいありがとうございます、ありがとうございますありがとうございます、ありがたい、いや嬉しいね。あそう全身脱毛やってんや、ラーメン、ラーメンじゃん、ツイートしてんじゃんちゃんと、ありがとうございます。めちゃくちゃありがとうございます。ありがとうございます。いいねよ。で、ぜひちょっと注目、今この画面でちょっと注目していただきたい場所があるんですよ。全身脱毛ですか？いや、まあ、全身全身脱毛もそうなんですけど、練習生 S 実はあの誤字があったんですよ。紹介文にそれをブラックチャンゴさんが指摘して、なんと。ジャストタップアウト連絡生って書いてあったんですね。そう連絡生連絡生で直して直されたかと思ったらよく見てください、これ練習生なんですけど、練習生なんですけど見てください、練習の練これちゃうよちゃうやんなちゃうよ、そうさっき指摘されて気づいた、そう俺さっきツイッターでね指摘したんだけど、そうやんな、そういうことなんですよねそういうとこよ、いや完全に直したはずやんって直したつもりやったやん、週だけ直したな連絡の楽と週だけ変え、別にそこまでなんていうか分からんくないいや分かるよ、分かるか、分かるよ、ちゃんと直しましょう、せやなミスったな、ちゃんとしましょう、そういうのは直してみますそうすごい気になったんだよね俺はそこが、いやめちゃくちゃ気になっちゃうねそれは、しかもそれをチャンゴさんがちゃんと直したねみたいなことを言ってて、あチャンゴさんも気づいてないのみたいなよく気づいたね、いや気づく、よく見てるからねちゃんと見てんね、気になっちゃうねそういうのは、いや気になるの大事よ、いやでも S はこれ計算じゃねえかなと俺思ったのよ、あ実はこういう風にちょっとお茶目なとこ出していこうかなみたいな、あちょっと計算高いところなんだよね、狙っていこう、そうだといいんやけど天然ですフォロー入れてあげたのに天然です、言っちゃダメだよまあねでも天然だね、確かに天然かもしれない、ちょっと抜けてるところあるもんね、あるかもしれないですね、でももう逆にそれがねもしもレスラーになった時にあのギャップ萌えとして人気が出るかもしれないから、天然おバカさんとして天然おバカさんとして人気が出たらいいね、それでツイッターにコメントが届いたそうですね、ありがとうございます、ありがとうございます、いただき、お、はい、おはい、じゃあはい、じゃあ読ませていただきます、ラジオネーム京子東京は健一軍団への入り口、お三方こんばんは、今日動画で高太一でデビューしたいというアピールをされていましたが、あ今日の動画あ上がって
ってるんだね。ごめんなさい、ちょっとまだ見てないんですけど。上げてもらったんですね。上げてもらったんですね、きっと。同期の2人で試合がしたいですか、それとも先輩方と試合がしたいですか、それともケンイチ先輩のように乱入してでもデビューしたいですか。まずは SM さんの試合を早く見てみたいです。なんと S と M の試合を見てみたいと。まあちょっと待ってくださいね。まずね、ラジオネーム強行東京は健一軍団への入り口と。長いね。ちょっとね、この強行東京っていうね、名前なんですけどね。強行東京って、はい、すごい練習生王に似た人がめちゃめちゃ似てるんですよ、本当に。はいはいはい、はい、声ももうそっくりで見た目もそっくりな人がやってたバンドですね。誰だ誰だ、すごいすごい調べてるぞ。練習生王のこと知ってるな、これは。これは知ってるね。そしてまあね、次ね、今日動画で高田一でデビューしたいというアピールをされていたと、ね、それは O と M なんですけど。そうですね、これ間違えたのかな。俺の試合はどうでも、まあね、とりあえず昨日ちょっと S が肩、先ほど言ったんですけど、肩をちょっと痛めてまして練習参加できてなかったんですけど、まあ先輩方が誰も高田一マニア 2.5 への意気込みを誰もツイートしてなかったので、ね、まだ試合も全然組まれてなかったので、 O と M で ね、 そうだね、こりゃチャンスだぞと。そうだね、まさにデビュー狙っていこうと、うん、それを代表に直談判してね。そうだね、練習の間にねちょっと時間をいただいてやらせてくださいと言ってきたんですよ。で、2人で試合がしたいかと、うんうん、それとも先輩としたいか、うーん、どっちか。じゃあここは S も一緒に、もしデビューするとき、まあ、まあ高太一っていうことでどうする、デビューするんだったら同期と戦いたいか。お、ゴング鳴りました。そうだな、先輩と戦いたいか、難しいな。でも俺は正直その同期ももちろんその戦いたいっていうのはあるんだけど、うん、今はそのデビューした状態で先輩と戦ったことによってどれだけ自分ができるかっていうのを試してみたいっていう思う。ごめん、その先輩と戦いたいか同期で戦いたいか、ごめんなさい、ケンイチ先輩のように乱入したいかも。その3択で。あ、その一応もう一つあったんだ。そう。ごめん、ちょっと3つ目はないかな。ない。ごめん、申し訳ないけど。先輩とのね。ちょっと、そうだね。先輩と本当に真っ向勝負で。ああ。ぶっ倒したい。そうだね。おお、かっこいいね。3つ目はごめん、ないかな。乱入はないな。ですわ。そうですね。僕も同期も、まあ、戦いたいですけど。そうですね、先輩相手だったらどれだけやってもいいっていう、なんか安心感みたいなのがあるというか、うん、だからまあそうですね、先輩と戦いたいですかね。胸を借りるつもりでっていう感じなの。いや、もうまあ倒す気でもちろん行きたいですけど、うん、うん、なんかそうですね、そこでデビュー戦で相手っていうか先輩を倒して、まあ一気に駆け上がりたいなっていうか。おお、かっこいいこと言うね。そうっす、デビュー戦なんでやっぱ一番注目されるんで、やっぱ注目されてるところで一番結果を残したらいいかなっていう。へえ、すごいね。俺か、はい、俺かね、まあ、どんな、うん、まあ正直本当に高田一マニアっていうのは自分もお客さんとして見に行ってたっていうのもあって、まあ、ここでデビューしたいっていう気持ちがすごく強くて、なのでもう誰でもいいです、正直。もうもちろん M でも S でも先輩でももう誰でもいいです。まあちょっと乱入は自分もちょっとさすがちょっとね、テロップをねちょっと出させてください。ケンイチ軍団さん、ケンイチさんですね。乱入はちょっとしたくないんですけど、できればもう本当にそこですね、高田一マニアでデビューしたいっていう気持ちが強いので、もうもちろんもう同期でも先輩でももう思いっきりぶつかっていくだけなんで。そうだね、はい、っていう気持ちでいます。でまずは
S と M さんの試合が見てみたいそうです。 ありがとうございます。よかったですね。頑張ります。はい、もうこの話は終わります。ちょっとね、寂しかった。寂しかった。そう、いやでもこれから注目すれば全然問題ないから。はい、おそうだ。で、お今度ペンネーム夕張ゆうたさんの代筆。現張りじゃない、現張り現張りゆうたの代筆。ごめんなさい。いつも楽しく拝見しております。ありがとうございます。ありがとうございます。お二人に質問です。新しいグッズを出すなら次はどんなグッズを作りたいですか？ JTO は楽しい配信をされたりユニークな方が。これ別のあれらしい。あ、別。あ、前回。あ、ごめんなさい、失礼しました。はい、失礼しました。失礼しました。はい、こっちだったんですね。ごめんなさい。失礼しました。はい、失礼しました。ごめんなさい、ありがとうございます。はい、ということで。いや、びっくりしたな。京子東京の名前が出てくるの。ちょっとね、ちょっとすごい今 ね、体温が熱い。謎に俺もちょっと体温上がっちゃって。本当に。やばいな、多分これ検温引っかかるな、俺。大丈夫かな。多分外出て検温したら37度以上あると思う。大丈夫。それぐらいちょっとね、熱くなっちゃう。はぁ、喉乾いちゃう。ごめんね、俺ばっかり飲んで。え、でも、そういえば、ん、あれ、顔出ししてるじゃん。そう、顔出しは、したよ。え、なんで。あの、それが、自分は配信とかを結構やってて、早く顔が見たいっていう方が多かったので、もし練習生に上がれてたら、次回の配信で顔を出せたら出しますって代表にお願いして、顔出しますっていう宣言をしたんですよ。そうしたらなんと、まあ代表からダメって言われると思ったの。うんうんうん、まあ。なんかみんなエキシビションからみたいな感じだったんで。で、そしたら関谷さんは普通に俺配信で顔ピュッて出したよっていう風に聞いて、えってなって、で、あ、じゃあちょっと代表にお願いしてみようかなと思ってお願いしたら、いいよって軽くなって、あ、いいんだって思って、軽いね、すっごい軽かった、いいよみたいな。で、顔出しをしたっていう感じ。そう、あとはあの歌とかをやっぱりバンドやってて、もともとボーカルやってたので、マスクあると歌いづらくて、早く歌いやすくてかちゃんとした歌歌いたいなと思って顔出しを早めました。で、ここでその話ですね。なんと今日実は2人に内緒、2人内緒でもないんだけど、投票をねしたんだ。練習生に上がった2人 S と M が、はいはい、顔出しするんだったらどっちが見たいかっていう投票をツイッターで行いました。はい、はいはいはい、投票してくださった皆様ありがとうございます。ありがとうございます。で、3択にしました。はいはい、練習生 S が見たいか、練習生 M が見たいか、もしくはデビューオアエキシビションまでのお楽しみにしてほしいか。あー、なるほどね、はいはい、投票の結果、なんとデビューオアエキシビションまでのお楽しみっていうことになりました。いやー、ここで、はいはい、この投票で S か M が1位だったら、どっちかが1位だったら、俺しれっとマスクを外したまんま今日出てほしかった。あー、なるほどね。そう、始まった時にもう、え、あれ、マスク外れてないみたいな風にしたかったんだけど、パッて投票の結果見たら、あ、お楽しみがいいんだっていう。やっぱみんなね、ちょっとね、多分俺が先にね顔出ししちゃったから、そうっていう結果になっちゃったから、ごめんなさい、 S と M で投票してくださった皆様、残念ながら今日の顔出しはありません。あ、申し訳ございません。そうっていうこともね、勝手に俺がやってたんだ、実は。そうなんだ、知らなかったでしょ。ちょっとね、そういう面白いコンテンツをね、これから王がいろいろ YouTube とか TikTok とか中心にやっていきますので、ぜひご覧ください。これから先のことですけど、今準備してます。はい、ということで、なんともうこの番組が始まって、ラジオが始まって35分。早いね。はい、だいぶ経ちましたね。だいぶ経ったね。そろそろね、あの話題に、あの話題に、もう多分皆様気になってると思います。気になってしょうがないよ、ね、ジャストタップアウトの今後のね大会です ね、うん、ね、これから大阪、名古屋、そして後楽園と続きますが、このことについて少しずつ話していこうかなと思います。お願いします、はい、お願いします。じゃあまずはジャストタップアウト 4.10 ですね、大阪大会です。
あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。で、まだ試合順は発表されてないみたいなので、ね、はい、順番に紹介していきます。まず、はい、ありがとうございます。ファイヤー3代、谷崎直樹さん。注目だね、これはもう本当に。注目ですね。今回はね、もうタイトルマッチが入ってます。インディベントワールドですね。ジュニアヘビー選手権。ね、ぜひ、ファイヤーさん頑張ってほしいね。勝ってほしいね。本当に。欲しいね。やっぱり少しでもね、ジャストアップアウトの、ね、このベルトね、ジャストアップアウトにベルトを持ってきてほしいね。持ってきてほしいね。見たいね。見たいね。見たいね。俺も見たい。ファイヤーさんがベルトを巻いてる姿がすごい見たいですね。はい。で、続いてが、稲葉智香さん、バーサス、あ、ごめんなさい、と、葵さん、バーサス、4-1 ですね。4-1の柳川澄香さんと、神楽美沙さん。これも、今ちょっとね、智香さんと葵さんは、ね、ちょっとね、大変な時期なんですけど、どうやら、ツイッターで見た感じは、ちょうど、隔離期間というか、その休養期間が終わるみたいで、試合ができるそうなので、ぜひ、ちょっとね、どうなんだろうね。開けてすぐ、開けてすぐだよ。うん、病み上がりでね。大変だと思うけど、これもすごい注目なカードだね。はい。じゃあ、続いてが、関谷さん VS 源太さん、夕張源太さん。いやー、これはね、一回、後楽園ホールかな。後楽園でシングルマッチやってるよね。うん、その時は関谷さんが勝ってますよね。はい、リベンジマッチ。いやーこれはね、これはね、2人とも練習してるからね、俺らは、2人ともすごい勢いで今ね、ね、もうなんか、なんかいろいろね、新しいこと、関谷さんとかもやってきてるもんね。昨日もツイッターでね、なんかちょっとこうやってたからね、画像を ね画像ちょっと見たけど、さあそれに対して源太さんがどう立ち向かっていくか、いや楽しみだね。楽しみだよね。はい、じゃあ続きまして、続いてが、あ、竹倉さんとイーグルマスクさん対綾部蓮さんと新田さんと。おー、これはね、もう JTO トップ、どうなるどうなるんだと。いやね、本当にテクニックのある2人と、もうパワー、もうザ・パワーですよ。ザ・パワー。ここも本当に竹倉さんはね、俺ら結構竹倉さん、まあ、龍也さんと蓮さんは練習一緒にさせていただくことも多いので、すごく、あ、またツイッターにコメントが、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おお、なんといい言葉を出ますね。はい、ありがとうございます。おお、はい、3人とも練習生昇格おめでとうございます。ありがとうございます。3人のイニシャルもかけてスムース、おお、滑らかというか柔軟とかというフレーズが浮かびました。スムーズだと皆さんの頑張りも見ているので、これからの願いも込めて思いつきですが、皆さん大好きですが、特に S 君が大好きです。おお、デビューに向けて応援しています。ファイト、ありがとうございます。ありがとうございます。スムース、いいね。いいね。かっこいいね。かっこいい。ちょっと、かっこよすぎるな。ちょっと、あれかもしれない。びっくりしちゃった。かっこいい、かっこいい。スムース。スムースやと荷が重いな。荷が重い。パワータイプはね、確かに。モスの方が。モスの方がいい。それはなんか食い意地張ってる感じ。確かにね。モスの方が気楽っていうか。気楽。でもよかったじゃん。いや、かっこいいね。めちゃくちゃかっこいい。いいの、 S と M ばっかり褒められて、俺全然褒められてない。いやでもあれだよ、こうやって MC あの、うん、いきなり代表にあの話振られて、あ、じゃあ僕 MC やりますって、一番最初に出てきたのは O だからね。いや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 、2人が喋れないから俺しかいなかったんだよ。僕それは申し訳ない、ごめんね。俺しかいなかったんだよ。ごめんね。ということでコメントありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらに書かせていただいて、よいしょ、じゃあ大阪大会の続きに行きますか。はい、すいません、よろしくお願いします。ちょっと駆け足でいきましょう。で、次山形優さん対花園桃香さん対リズムさん対ブルドーザーさんですね、アミサさん。はい、この試合初めて、はい、花園さんは多分初めての、そうですね、
多分初めてだと思います。参戦ですよね。ちょっと楽しみだなと思ってます。で、リズムさんも今ちょっと今ねちょっとねコロナでこれどうなるんだろうっていうのはちょっとあるんですけど、まあ多分それまでにはなんとか大丈夫なのかな、直してくれるでしょう。もしかしたらちょっとね対戦カードの変更もあるかもしれないですけど、皆様楽しみにお待ちください。ちょっとやばいね時間はね、で次がはい代表さんですね、高道のくばず T 吉原さんね。このシングルマッチはね難しいよね。だってすごいもう体でかくてパワー持って、関谷さんが前回ね思いっきり、やられてたから、そうだから代表がそのパワーにどう立ち向かっていくのかっていうのはすごい見どころだよね。楽しみだね。今ねあの某団体さんでヘビー級の選手とかとすごいやってたし、まあその辺は代表がしっかり勝ってくれるんじゃないかなと。やってくれるよ思ってますっていう形で大阪大会はこれ以上ですね。はい、じゃあ続いて名古屋大会ですね。 4.16 中京講演会さんプレゼンツですね。名古屋大会です。はい、ありがとうございます。ゴングです。完全に、はい、はい、夕張源太さん VS 十文字明さん、これはね本当にね楽しみよね。楽しみだね。まあさっき源太さんの話はしたけど、十文字さん、ね、今他団体すごいいっぱい出てて、そうだ ね成長した姿を名古屋で見られると、これは俺はすごい楽しみだよ。ね、楽しみですね。でもどっちが勝つんだろうね。打撃と蹴りっていう、ね、本当にどっちが強いんだいっていう。あ、だって源太さんもストンピングすごい得意としてるし、十文字さんも PK すごい蹴りを得意としてるからね、この辺にも注目だね。そうだね。はい、じゃあ続きまして、はい、あ、これもねイーグルマスク、いやこれも楽しみだね。そう、イーグルマスクさん対ね谷崎直樹さんね、これもでも、ね、大阪大会でも谷崎さんは出ていただいて、ね、この時どうなるかだよね、ファイヤーさんが勝ってればベルトを失ってて、もしかしたら持ってたらイーグルさんが挑戦なんてこともあり得るんですね。かもね。これもこれでねすごい楽しみなカードですね。もう本当に大阪大会終わっていきなりってことが絶対あるから、ね、あるかもしれない ね、こちらも楽しみですね。はい、で、あ、関谷さん対ジャタップくん、来た、ジャタップくんさん来た、バーサス健一軍団、健一さんとブラックチャンゴさん、おこれはどうですか。いやいいですね、楽しみですね。どっちが勝つってなんか難しい、どうなるんだろうね本当に結構ジャタップくんさんと健一軍団の2人はここでも絡んで、もうツイッターとかでも結構やり合ってるから、ね、関谷さんがこうどういう立ち回りで頑張るのかっていうのはすごい注目かなと思う。問題はそこだよね、うん、本当にね楽しみなカードだね。でもこれも、はい、じゃあ続きまして、あ、稲葉智香さんと葵さん、リズムさん VS 雪平さんと阿野沙織さんと、で、ここでラム会長さんなんですけど、ちょっと負傷で、ね、そうですね、ちょっと負傷欠場ということで、サエさんという選手に変わってます。はい、こちらだけご注意ください。ね、この対戦カードも面白そうだよね。うん、ね、もうとりあえず、ね、智香さんと葵さんとリズムさんはすごい仲良さそうだから ね本当にこの3人がね、このすごいもうめちゃめちゃ有名な ねお三方にどう立ち向かっていくか、いや楽しみだね。でもね、リズムさんで、ともかさんと阿野沙織さんはねシングルマッチも1回やってるからね、なんかそうそう、すごいいい試合をしてたから、だからここら辺はねどうバチバチしていくのかすごい楽しみだね。楽しみだね。楽しみですね。はい、じゃあ続いて、あ、滝、いやこれがすごいね、もうすごいね、ボリュームがすごいでかい、全員でかい全員でかい、ね、滝倉龍也さん VS ボディガーさんと綾部蓮さんと石川修司さんと、これはね、全日に今 ね、全日本プロレスさんに参加してる綾部蓮さんが石川修司さんを連れて、なんとジャストアップアウトのリングに来ちゃいました。いやすごいね、ちょっとびっくりしちゃったもん。 そして龍也さんとポリガーさん、もういやすごいヘビー級のねボリュームがすごいよ。いや本当にこの試合はもうバッチバチだろうね、もうバチバチだね、音とかすごいだろうね。いやリング揺れるね、リングどころじゃ会場が揺れる、会場揺れるよ。いやもうこちらの対戦カードもすごい注目ですね。はい、はい、じゃ続いて、あ、はい、山形優さんとブルドーザーミサさんとで、フォーアンさんですね、長澄さんと神楽美沙さん、ね、
この大阪大会見てみると、山形さんとブルドーザーさんね、なんと対戦カードが対戦相手なんですよ。あ、そうなんだ。ここでまた組まれるっていうのもね、多分お互いこう戦って手の内分かって、でここでまた組んで、ね、でもね、フォーワンさんね、もうずっとタッグやってるからね、やってるからね、ね、どうなるんだろうね、これもまた楽しみだなと思います。はい、じゃあ続いて次が最後かな、うん、はい、高道の区代表とファイヤーさん、新田さん VS ブラザーヤッシーさんと、内田翔一さんと鈴木慎さんですね、うん、いやこれもすごいな、なんか濃いな濃いよね、本当名古屋大会は本当に濃いなと思います。いいね、ね、本当に、ね、中京後援会さんプレゼンツということもあって、すごい豪華な顔ぶれが揃ってるなって思います。本当にちょっと駆け足になっちゃったね、うん、ちょっと申し訳ないです本当に。それはということで名古屋大会でした。で最後にもう本当にちょっと駆け足になっちゃうけど、ね、5.6 高田一マニアですね、本当に最後の最後で、はい、これの方もちょっとね対戦カードの発表あったんですけど、ちょっとこちらはねご自身で確認していただいて、そうですね、本当にこれからまだ対戦カードもまだ2つしか発表されてないので、これから全カード発表になったらぜひ皆様ね、もうチケットもだいぶ ね、いやすごい、ね、出てるみたいで、うん、好評らしくてね、ぜひ皆さん楽しみにしててください。そしてね、我々の誰かがデビューするその対戦カードの発表をお待ちください。お待ちください。ということで残り3分です。おお、やりきったね。まだやって、まだ終わってないけど、終わってはないけど、でも正直なんか思ったよりいけたんだね。いやもうドキドキよドキドキよ。こっちはどうだったんです、初めてのラジオ。いやもう僕もドキドキっすね、全身汗びっしょりっすねいや俺もね本当にやばい、汗がめっちゃ緊張した。でもなんか今ねようやっと緊張がほぐれた。今安堵感とね、安堵感ともにね。じゃあ最後に2人もみんなで一言なんか言ってく。そうだね、うん、じゃあ僕からちょっと、まあもう少しでデビューということで、まああとは怪我をせずしっかり技術を磨いて、あとはもう本当にデビューして皆さんにお見せできるのを楽しみに待っててください。よろしくお願いします。そうですね、まあデビュー戦の相手も日にちも全く決まってませんが、まあデビューすることも決まってないですけど、まあいつ試合組まれてもいいように、毎日コンディションをしっかり整えて、まあ練習に励んでいますので、期待していただければと思います。よろしくお願いします。はい、もう自分はね、自分もまあ2人と一緒でデビューに向けて頑張っていくんですけど、まあ前回もね多分同じこと多分言ったと思うんですけど、金タイツと銀タイツだけは避けてデビューしたいと思ってますそうだね、これちょっともう毎回練習生の間はこれをオチに使っていくわ。そうだね、ちょっとね、ほんと2人が結構真面目に言ってくれるからさ、俺何もなんかいいこと言えないなと思ってかっこいいこと言えないなと思ってということでね、お送りしてきました。残り1分ですよ。いやー本当にちょっと早かったな締めが。いやでもそんなことない。いや初 MC じゃん。初 MC だからね、そこら辺はちょっと見逃してほしいないや今日だけ見逃してくれ。あとは代表がどういう試合したか気になるね。そうだね。いやちょっとその辺もね、あとは動画の方もね、俺らの、ああそうだね、アピールした動画とかもあるから、その辺も自分たちもチェックして、で、あと最初に言ったね、M はデトックスのちょっと上げさせていただきますので、よろしくお願いします。はい、じゃあもうね、やっと終わりですよ。やっと終わりですよ。いやということでね、終わりますね。はい、もうあと数十秒かな。じゃあね、はい。はい、ありがとうございます。ということで、いやもうね、限界です。何も、今ね、頭真っ白。本当に。やりきったもんね。やりきりましたよ。いや、本当にお疲れ様ですよ。はい。じゃあね、本日のジャストタップアウトという名のラジオ、ね、終わろうと思います。閉まらねえな、本当に。いや、はい、ご視聴していただいた皆様ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。アディオス。アディオス。アディオス。高道のポーズ。これ代表に怒られそう。